お疲れ様です。サトル、スキットルです。今回も6章の三角比です。前回この部分をかじってみて、窮地に立たされているとか何とか言ってましたけれども、おかげさまで何とかなりましたので、今回も進捗状況の報告をいたします。今回取り組んだのは、6章の18節にあたる三角比の相互関係です。で、前回、ここを少しかじってみて、全然わからないとか、作戦遂行の危機かもと騒いでいたのですが、何が全然わからなくて、どうしたら何とかなったのかについて報告していきます。このページの下の方にある3つの公式を覚えて使えるようにならなければいけないわけですが、シロチャートのこの部分の説明、この公式が導き出されることをここで説明しているのですが、ここをいくら読んでも理解できなかったんです。それでちょっともう無理かもみたいにこの間思ってしまいましたので、じゃあ丸暗記すればよいのかともう一瞬考えたんですけれども、この式かなりそれぞれが複雑で紛らわしくて、片っぽは何とか事情になってて、片っぽは何とかで事情だったりとかするので、紛らわしくてこれは覚えきれないと、暗記のしようがないと思いました。で、困ってしまったのでネット検索をしてみました。で、その結果見つけたのが、理系ラボというサイトでした。それを読んだら、グラフと長さを1とする、そのグラフ上の直線、こういう図ですね、を使った説明があって、それでなんとか理解できたというわけです。理解するために書いたのがこのノートです。相変わらず汚い字ですけれども、こういうノートを書いてみました。で、3つの公式のうち、正直一番ややこしいやつ、これについてはまだちょっと怪しいのですけれども、比較的単純な2つについては、この方法で理解しました。この18節にはもう1種類、90度マイナスシータの三角比の公式という、やっぱり3組の公式があるんですけれども、これについては逆にシロチャートに載っているというか、付録のようについている、ウェブサイト上で見られるサポートコンテンツというのの CG の画像で、こう三角形を CG で変形させていく説明があって、それがイメージをつかむのに役立ちました。ご視聴ありがとうございました。今の時代は便利な時代だということを改めて実感しました。こういう解決策は自分の高校時代だったら決してできなかったわけですからね。大げさですが、今回これがちょっとした教訓になったかもしれません。進捗は予定より遅れ気味とはいえ、作戦は引き続き遂行していきます。よろしければまたお付き合いください。サトル、スキットルでした。では。